いつも東京ディープをご視聴いただきありがとうございます。私はごく一般のサラリーマンで結婚もしています。妻とは10年ほどに営んでおりません。そんな私はハッピーメールという出会い系サイトで今まで200名以上の女性と夜の営みを楽しんできました。今回はウグイス谷の立ちんぼのおばちゃんにウグイス谷のことを聞いてみました。概要欄の LINE を友達追加すると出会い系サイトで素人女性と出会う方法を無料でプレゼントしています。それでは行ってみましょう。こんばんは。はい、ここで何やってるんですか？え、ここで何やってるんですか？いや、人待ってるんですけど。あ、そうなんですか？うん、なんで？いや、僕、ウグイス谷って初めてで、はい、どういうところかなと思って。こういうところです。なんか紹介してもらえたりとかするのかなと思って。あ、しますよ。あ、そうなんですか？はい。え、日本人？私はね。あ、日本人。日本人ですよ。あ、どう、女の子を紹介してもらえるんですか？うん、そうです。あなたも日本人だよね。あ、そうです、そうです。え、どこから来たの今日は？え、私なんだけど。え、そうなんですか？嘘でしょ。ほんと。え、のどこ？こんなこと聞いちゃうんだけど。あ、それはね、はい、ああ、じゃあ私とはちょっとまた別です。あ、そうなんだ、うんうん、え、から来てるんですか今？そうです、わざわざ。あ、そうなんだ。1時間半かけて、すごい遠いんですよ。今日初めて？今日初めて。あるじゃないですか。あ、そう、はあるんですけど、うん、なんかもう廃っちゃったからね。もうここは何、いる人はみんなそういう目的なんですか？目的というか、もうホテル街だから、はいはい、だってここ歩いてる男性は遊ぶ人、でここ歩いてるお姉さんたちは仕事の方。あ、どういう風に遊ぶのかなって思って。あ、だからベリヘルだと電話かけてるし、あ、私らも紹介できるし。あ、そうなの、うん、紹介ど、写真とかあるんですか？写真とかはないですけど、写真はあるけど、あれみんなイカ様だから。あ、そうなの。そう、写真の子は来ないですよ。うん、みんな加工修正してるから。うん、うん、そうか。うん、いや、なんかなんか遊びたいなと思って来たんですけど。そりゃそうだよね、ここにいるんだからね。どういう遊び方が分からなくて。あ、時間でいくらですよ。あ、そうなんですね。うんうんうん、介護います？いい子ってタイプだからね。あ、確かに。え、で、デリヘル？じゃあ、本番はなし。いや、それはちょっとお店によってじゃん。お店によるんですね。それか女の子によってか。うん、ちょっと そこははっきり言えないですね。うん、基本的にはだってそれは NG ってことで、あ、みんな許可取ってるから、私らからは言えないからね。なるほどね。うん、そこはほら、あなたが交渉すべき話で。ああ、僕はね、交渉して。そう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 。いくらですか？いや、だから時間でいくらだから、それはもう店によって全く違います。あ、じゃあ、お姉さんから紹介してもらう。だから女の子の年齢とかにもよるよ、うん、若ければ若いほど高いから。いろんな子いるんですか？いろんな子いますね。でもね、基本的にここ塾女さんの町だから。うん、塾女さんがメインですよ。うん、だから歩いてる人もおじいさんが多い。そうですね、確かに、うん、年配の人が多いから。塾女さんなんですよ。逆に若い子がよかったら新宿とか池袋なので、そういうふうでもう分かれてる。うん、うん、え、塾女さんって普通のその人妻さんとかいるんですか？まあ、人妻とは歌ってるけどね。あ、本来はどこかは分からない、まあ、だって人妻っていう響きだけで、うん、この時間に働いてる人妻って何者って感じじゃん。あ、そうです、ね、普通に考えたら。確かに旦那子供いたらさ、うん、ねえ、もっとこれが遅くなればなるほど、えー、って思うじゃん。うん、うん、まあ、だから年いってれば人妻さんってい こう言葉のニュアンスというか。じゃ2万円ぐらいあれば遊べるんですか？もちろんもちろん。あ、そうなんだ。綺麗な子多いんですかね、どうなんだろう。いやー、だから熟女さんが多いから、若い子だとボンって高かったりとかですよね。わかりました。うん、そうか。ちょっと遊んで帰りたいんですけどね、うん、ちょっともう一回ブラブラして、もう一回会ったら。はい、お願いします。ありがとう。いいえ、いいえ、どうも。はい。